はい、速稼塾の久保です。今日ですね、森友問題について切り込んでいくのはちょっと違った角度からになります。これは珍しい記事だなと思ったんですよね。ロンザというサイトになりますけども、タイトル見てください。公文書改ざんで自殺した近畿財務局職員の手記を手に、私は石破茂に会いに行ったと。石破茂さんっていうのはね、自民党内でもまあなんか独特と言いますか、国民にすごく人気がある方なんですよ。でも自民党内では残念ながら孤立してるんですよね。でもその孤立ながらも安倍さんに食ってかかれる人物っていうのはこの石破さんしかいないんじゃないかなと思います。ただやっぱり石破さんにしても安倍さんにしても結局一緒だよっていう声もあるかもしれませんけども、でもですね、今回このジャーナリストの佐藤明さんですか、この方が石破さんにこの手記を持っていったのには何か深い意味があるんではないかなと思いまして、今回この記事を見つけてみました。まだ私も読んでないです、この記事ね。一緒に読んでいきましょう。3月18日午後2時前、私は東京の地下鉄半蔵門線、永田町駅構内を、ちょっと読み慣れないんですいません、漢字のところはね、まあ向かっていったということですよね。で、2018年の総裁選で、インタビューをしたことがあったのかな。私が約束の午後2時に訪れた場所は、元自民党幹事長、石破茂の部屋。岩波書店の月刊誌、世界5月号のインタビューのためだと書いてますよね。インタビューをきっかり1時間で終えた私は、石破に週刊文春を渡し、後ほど電話で手記の感想を聞かせてくれと約束を取り付けた。で、私は石破には手記の感想をぜひ聞いてみたいと思っていた。なぜか。私も聞いてみたいですけども、この方はなんでなんでしょうね。で、現在も YouTube で視聴できるんですけども、2018年9月の自民党総裁選で、石破は安倍首相に2度目の挑戦を挑み、NHK をはじめ各テレビのニュース番組などで公開討論を展開していた。これ私も記憶にあります。その討論の一つ、テレビ朝日の報道ステーションで、私は安倍を前にした石破の表情に異様な感情の高まりと、それを懸命に抑えながら話す姿を見た。これ私も見ましたね。その表情の下に渦巻く緊張感が画面の向こうから伝わってくるだった。これはね、確かね、石破さんが怒りにも似たような心、気持ちを込めてね、目の前にいる安倍総理に、この不正についてですね、追及していたのかなっていうところですよね。森友問題に関係して大規模な公文書改ざんの事実を朝日新聞が報道し、意思に反して改ざん作業を手伝わされた財務局職員、赤木俊夫氏が自ら命を絶ったのは2018年3月、その半年後の総裁選テレビ討論だったということですよね。かなり緊張感が高まっているところだと思います。その一連の問題について質問したキャスターに安倍はこう答えた。行政のプロセスということについては公正で公明でなければならない。それには心がけてまいりました。本当かい、なんだ。今後さらに公文書の改ざんがあってはなりません。改ざんをしてるかしないかわかりませんけど、隠蔽とかね、廃棄とかしてますよね。偽証とかね。最近の森法務大臣のあの変貌ぶりはどうですか。安倍さんそのものですよね。言葉面そのものには何の問題もなく、発音した安倍の音声にも何の問題もなかった。しかし、発声されたその言葉の響きには、文書改ざんに対する罪悪感や、人の死にまつわる重い感情がなく、地方の特産物を試食した後に、ジューシーですねって言ってましたね。感想を喋るときとさして変わらない印象しか残さなかった。確かに。ちょっとね、人の心が入ってないような気がしますね。まあ人の心は政治行政にはいらないかもしれませんけどもね、個人的な感情で右左行っちゃいけないですからね。でも個人的感情で右左行ってる人ほど、もしかしたら安倍さんのように個人的感情を表に出してないのかもしれませんし、本当に、国を憂うものとかね、行政の大切さを考えているものは、時には石破さんのように、食ってかかるようなね、そんな感情、憤りをあらわにするのかもしれません。さあどうですかね。続き読んでいきましょう。この安倍の様子を前にした石破は表情を一変させた。確かにそういうところありました。それまでの総裁選候補者の顔から明らかに大きな土器を含んだ顔に変わった。そうなんですよ。ここがですね、私もそうなんですけども、国民の心を掴んだところじゃないかなと思います。表情の下では静かな怒りが、あれ狂い、それを必死に押さえつけながら言葉をつないでいる様子がありありと見て取れた。はい、これはね、はっきり言って受け取り方はそれぞれだよねって言えばその通りなんですけども、人の症状には表情にはですね、時にはね、言葉以上の気迫とか本音が現れると思います。今回もそうだと私は信じたいですね。
なんで近畿財務局の職員が自ら命を絶たなければならなかったんですか、そういう人たちがどうしてこんなことにならなければならなかったんだということをきちんと明らかにしていかなければならない。石破のこの言葉も文字に起こしてみれば特に変わったものではないと。そうなんですよ、文字にすればどうってことないんですけども、このね言葉の発し方ですよ。私もあえて言葉変えましたけども、きちんと明らかにしていければならないでしょっていうような感じでね、語気を強めるところに本音が出るんだと思いますよ。しかし何らかの形で前代未聞の公文書改ざんに関わらざるを得なかった官僚の死に対して、その行政組織のトップがまるで特産物試食の感想と変わらない様子でコメントする姿を前にして心の底から怒っている様子は見て取れたでしょ。皆さんもどうしてこんなことにならなければならなかったんだ。石破がそう言及したその近畿財務局の官僚赤木俊夫氏が死の直前に綴り続けてきた手記が瞬間文書に載った、はい、これが19日のことでしたね。私が石破に最初に感想を聞きたかった理由はそこにある。いや私もその通りですね。あ、この記事まだまだあるんだ、よかった。ちょっとねゆっくり読みながらまたね動画を作っていきたいと思います。今回はすいません、この辺で一旦、終了にさせてください。私もねなんかね喉が渇いてきました。怒りに似たような感情がね記事を読んでくると出てきますね。あとそれとねなんか恐ろしさがありますね。ここまであからさまなことをしてノーノーとしてられる人は何なのかなと思いますよね。そしてまだね改ざんに関わっていながら今も職務に従事している方、多分心の病を抱えそうなところを一生懸命されているのか、それとも心の病にかからないように切り替えてこれからの仕事で取り戻していくことが赤木さんに報いることなんだというふうに自分で解釈してやってるのかもしれませんけども、さあどうなんですかね。ただ今ねこの改ざんに関わった佐川さん以下少しは感じてると思うんですよ、国民を裏切ったってこと。国民の方からいただいた税金で暮らしていながらそのお金を下すった方を裏切り続けているっていう、その良心の呵責がちょっとあると思うんですよ。そう信じたいですね。完全な悪人になれる人はいないと思いますし、それから麻生財務大臣とかね安倍総理もこの件についてはねもう終わったよみたいな態度を出してますけども、いやそうせざるを得なくなっちゃったってところもあると思うんですよ。許されないですけどもね。だって今更ひっくり返せないですよこれ。今更ねどうするんだって話ですよね。安倍さんや麻生さんの立場を擁護するわけではないですけども、私が安倍さんや麻生さんの立場でね今までついてきた嘘がこういうふうな遺書によって明るみに出ようとした時に答えることは何か、考えることは何かっていうと、ここで認めると外交にも影響するんじゃないかなってことですよ。世界中から袋叩きにあって、もしかしたら外国までね騙してきたんじゃないか日本はみたいな感じで日本全体の評価が落ちるってことを考えると、嘘つきに徹して悪人に徹するしかないっていうふうなねことに自ら追い込んでしまったっていうふうなところもあるんじゃないかなと思いますけども、どっちにしても許されませんね。でもねまあどうなんでしょうね。考えれば考えるほどね私はね誰かにこれを言いたい。もう、ね、私がね森友問題についてね話すとね逃げていく人ばかりなんで、これで悔しいんで動画でこうやって吐き出させてもらってます。まあ、確かに私はね権力もないですしお金もないんでね暇なだけですから、こうやってぐだぐだ言うだけなんですよ。だけどもね赤木さんがお亡くなりになった赤木さんがもし生きていらっしゃったら何をね伝えたかったのかなってことを考えざるを得ないですよ。今回の安倍総理とかね麻生財務大臣とかのまあインタビューを聞いててね浮かばれないっていうか、どうなんですかね。今赤木さんが幽霊かなんかわかんないですけども、そういうね無念の霊としてね浮遊してるんだとしたら、その霊の力でね呪い殺すぐらいのことを思ってるかもしれないですね。もしくはそうではなくて、赤木さんのことだから自分はねやっぱり自分が国民を裏切ったことに対して自分なりの責任を取るっていう、なんかねちょっと涙出てきましたね。もう本当にここで終わります。すいません。